ミシュラン久々の登場だと思うんですけど、はい、まあ、今日はリリーちゃんを呼んで、まあ、リリーちゃんにはまあ戦場の動画撮ろうと言ってあるんですよ。だけど戦場なんか撮るわけありません。ゴールデンウィークだね、皆さんゴールデンウィークですね、はい、なかなかそう、まあ、まずミシュラン久々の登場だと思うんですけど、はい、ヘルメット相撲以来じゃないですか。俺デブは画面に映さんと思ってんだけど痩せろ、痩せます、頑張ります。まあ実はでもこれ、ね、すごいインスタ3000、まあもうちょっと4000人、4000人、はい、で俺のもう今師匠なんですよね。先生すごいですね。よろしくお願いします。お願いします。いつもいつもご指導ありがとうございます。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。今日はどんな企画ですか。なんとですね、はい、畜産区の現場で高圧洗浄してまして、はい、まあ、リリーちゃんを呼んで、まあ、高圧洗浄の動画を撮ろうって言ったんで、まあ、呼んだところを逆ドッキリで、まあ、石原に高圧洗浄で水をぶっかけてずぶ濡れにさせたのかと思いましてですね。チャッチャッってですね。これちなみに視聴者の皆さん、テイク3でこれだからね。ね、意図がよく分かんないと思うんですけど、まあ、結局はまあ戦場、まあ、俺が一回戦場で寺西君に抱き合えたんだな、チャンネル登録者はまだ1000人とか2000人ぐらいの時だよな。少ない。あれ結構もう爆笑ですっごいその時に伸びてバーっていったんで、またそっちも貼っとくんで見てください、ぜひ。まあ、今日はリリーちゃんを呼んで、まあ、リリーちゃんにはまあ戦場の動画撮ろうと言ってあるんですよ。で、今、畜産区まで、まあ、リリーちゃんの現場だなと、ね、はい、ね、あのマンションね、見えるかな。こんなに大きいところ。まあ、戦場入っとるんで、戦場の動画撮ろうって今呼んでます。だけど戦場なんか撮るわけありません。なぜならつまんないからです。そうですね。で、まあ、ミシュランに、まあ、指令、俺の先生にね、いきなりお前が見つかけると、はい、泣くぞ。いや大丈夫です。あれ泣くでなきゃ、まあまあ多分気持ち強いと思うんで、画面の前では偉そうにしようけど、はい、実際は泣くで。俺がビンタボコボコにしたやつなんだろ、はい、あれ泣きながらやってたの。あ興奮しすぎてしびれーってことね。それ痛い意味ね。社長しびれちゃうわあー初めてー、社長しびれちゃうわあー初めてー。で、まあもちろんちょっとリリーちゃん来た偽企画のあの、まあ、オープニングやると思いますんで、はい、ちょっとそこはちょっとね、お付き合いのほどそうですね。まず頼むぞ。はい、こけんじゃん。バンバン、バンバンもこけんじゃん。もしお前下手こいたら、もうこいつどうする。下手こいたらインスタの先生から降格してないですよ。インスタの先生から降格して豚焼きにしてインスタ映えしよう。豚焼きインスタ映え。はい、じゃあ、準備しましょう。はい、しましょう。よーし、お疲れ様です。じゃあ、もうあと2日でゴールデンウィークか。そうですね、そうですね、そうですね。最近ね、まあ、なかなかやっぱ自粛、はい、ヌードだから、ちょっと今日は真面目に、真面目にね、真面目に、真面目に戦場動画、戦場動画実際にリリーちゃんとかもやってみるといいんじゃん。そうです、あ、そうですね、はい、カッパとか何も持ってきてないんですけど、あー、そうかそうか、ごめんごめん、俺もそうやって言ってくればいいよ、まあ、いける範囲で戦場やるぞって言ったやんけよ。あ、すいません、バカ、すいません、もうバカバカン、すみません、ごめん、いいよありがとうなんだろう、このヘルメットパンツみたいな。長袖じゃないですね。あの白のポロシャツじゃなかったんですけど。あ、じゃないですね。あの今度は塗り替え道場です。あ、こうですか。ちょっと見せて。なんかこれなんか。え？まっすぐカメラ。なんかちょっと。これなんか多分汚れ。ミルク出てるわ。それ。ミルク。ミルク。あ、半袖大丈夫ですか。あ、大丈夫です。僕白のポロシャツだったらあのあるんですよ。はい。あ、大丈夫です。貸しましょうか。大丈夫ですよ。あ、いいっす。はい。いやいや、ポロシャツ貸すよ、貸すよ。あ、もう一個あるんだよ、汚れちゃう、これだと汚れやすいでしょ、汚れやすい、もう受け取り出したわけです。めっちゃ反射神経早いです。車にもう一個予備あるんで。あ、そう、はい、それ白ですか。あ、紺ですね、それは。あ、白で見よう。白がいい。黒だと水がかかったら汚れちゃう。そう、汚れちゃう、濃くなるんで白の方がいいですよ。あ、大丈夫ですよ、あの、それ用の洗剤あるんで洗う。あー、大丈夫。じゃあ早速洗浄、まあ、いろいろじゃあ指導しててくれるんだけど、はい、よし、やってみようか。はい、じゃあゴー、レッツゴー。じゃあこちらに洗浄してもらいたいんですけど。あ、はいはい、今この状態だったら、はい、なんか霧みたいになるんで、あ、はい、自分で調節しながら、調節、はい、どうやってするか、ガン握って、あ、はい、水出るんで握ってみていいですか。あ、いいですよ、はい、おお、で、はい、手前に引いたらストレートになるんで。あ、これをですか。あ、そう、あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。これを握って、あ、ほんとだ、ほんとだ、で、微調節しながら的を狙っていく。じゃあやってみて。はい、めっちゃ跳ねるから大丈夫だよ。ちょっと飛ばしてみて。あ、まだあるの。
でやっていきます。はい、はい、で基本ストレートで上がる感じですか？いや、ストレートじゃなくて、はい、一回借りていいですか？はい、霧だったら全然圧弱いんで。あ、弱いですか？弱い、はい、これぐらい、あ、ちょっと強いぐらいで、はい、壁、はい、こうやってやっていく感じです。あ、了解です。はい、だいぶ近づいたっていいんですか？あ、近づいちゃった方がいいですね。あ、わかりました。ほら、アッチで取るから。やばい、めっちゃアッチやばい。どう？いや、ちょっと近くには取れないですね。はい、これ取れてますか？いや、取れてないと思います。取れないですか？取れないですか？じゃあ、はい、できてますか？いや、できてないですね。できてないですか？おやばい、もっと近くやって。これくらい、これくらいですか？多分それだけくらいできますって。え、はい、あ、一緒一緒、はい、やりますね。でも、まず近く行って、はいはい、やるじゃないですか、はい、こうやって。そう、なんか見てて、やるだからこうやって。だって嘘、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 叩いてくれた時の次ぐらいに気持ちよかった。社長は何もやってないじゃないですか。見てるだけで恥ずかしそうに言ってるとか。俺近くでボタンちゃんが俺のところにちょっと、やってください、やってくださいって俺の肌が振り合って、肌が振り合った瞬間、もうほーあと思う。もうほーあと思う。お前もっと行けや。いや、ちょっとやっぱ怖かったですね。あ圧が怖かった。危ないな、お前。ミシュラン、ダメです。体が太いだけだ、お前。下手だったんで、なんでもあの豚の丸焼きにして、とりあえずもうあのこいつのフォロワー全員消してください。バッとして3000何百人、はい、フォロワー解除ね。どうどうでした？いや、こいつひどいよね。ひどいですよ。俺は本当に何も言ってない。やばいですよ。なんかちょっと日頃の鬱憤が出ちゃいます。何言ってます、何も知らない。管理のちょっとまあ初じゃないな、どういうこと言うの。で、そうですね、何回か出てるけど、これドッキリはめるのは初めて。初めてどう？ドッキリはめられて、いや、なんかおかしいと思った。いや、まあ、そうですね。高校生の動画だもんね。前出とるしな。やられるのか。まさか自分は大丈夫だろうなって思ってました。あ、ま、そういうことね。上に普通の格好してくるって。さすがにだって俺も、俺は言ってないよ。俺はじゃあやめとけって言った。さすがにリリーちゃんに水かけるのは良くないよ。いや、でも OK だって。いや、俺は OK 出してない、やめようって言った。まあ、かけるなら足先か、そうこの辺集中的にやってくれてたよ。やるなよ、集中。こうなるよ。こうなるよ。あはははは、もう水かけないでー。
も多分明日お父さんから電話かけてくるんですよ動画上がった瞬間に一応どうじゃ、いやじゃあのリリちゃんのお父さんから電話かけてくださいってはい、リリちゃんまあ、この間ほっぺ叩いてくれたね。お礼として見つけげた。全然お礼ブームでしょ、ブームでしょ。いや、違いますよ。ブームでしょ。いや、多分 S です。分かる。 S あの叩き方は M だった。叩いてる瞬間、あー社長社長、あーでも嬉しかったっすよね。全然かまさかド S だな。自分が嬉しいでしょ。前言っとったもんな。ド S かもしれないですね。女に対してのなんかね、先生として俺に指導しとったもんな。インスタ指導しとったもんな。してましたね。まあこれとても視聴者の前でまだ言えるわ。なんならその後はちょっと喋ってましたからね。結構ちょっと楽しかったリリちゃんね。お前ちょっと目の色が変わったもん。リリちゃんにかけてる。なんか久々に楽しかったみたいな。めっちゃキモいですよ。キモいよね。まあ、そんな感じです、はい。まあ、ゴールデンウィークにちょっと、まあ、おふざけした動画でせっかくは楽しんでくれたんじゃないでしょうか。あとリリちゃんチャンネルね、なんてやったら検索できる。あ、今貼ってあるんですよ。ヒントですか。うん、リリさんのやつ。リリーで出てきます。あ、二階道場リリーで出てくるらしいです。また見てください。寒いから早く閉めてください。あー、ほんとだ。せーの、またねー。もうしないでください。